と、この間買ったゲーム機があって、その話をしたいんですけど、メガドライブミニ2っていうのを買ったんですね。これは、セガが出していた、メガドライブ、あと、メガ CD っていうのもあって、そのソフトを、収録したゲーム機。で、まあ、メガドライブミニっていうのがもともと最初あって、で、それはそれで、まあ、ゲームが入ってるんですけど、今回のメガドライブミニ2も、その第1弾とはまた全然違うゲームが入ってて、全部で60本入ってるんですよね。で、メガドライブのゲームもあれば、まあ、メガ CD っていわゆる CD-ROM で音声が出せるゲームもあったりとか、あと、当時は発売されなかったボーナストラックっていうか、ボーナスタイトルのゲームもあったりして、そう、いわゆる幻のゲームみたいなものもあったりして、その辺が、遊べるという、ゲーム機です。で、まあ私は、やっぱセガの文化を通ってきた人間なのね。メガドライブも、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストっていうのは遊んだ世代だし、で、私は今アニメとか声優さんに、に興味を再び持ち始めたきっかけっていうのが、まあ、ちょうど2015年、2014年の末かな。セガのゲーム機を女の子のキャラクターにしたセガハードガールっていうのがあって、それがきっかけで、15年ぐらい全然アニメも見てなかったし、声優さんも知らなかったところから戻ってきたんですよね。それくらいには、セガというものに対する思い出はある方の人間なんです。っていうこともあったんで、まあ、買ったんですけどね、これが、結構大げさじゃなくてですね、これがあればもう老後に困らないんじゃないかっていうことをですね、感じてるぐらいのボリュームがあるわけですよ。単純に60本のゲームが遊べるって、60個のゲームが遊べるってのもそうだし、それぞれ、別に、いわゆる短い感じのゲームというよりは、もう当時としては、それ一本で何千円で何十時間遊べるよっていうようなものとして出したゲームだから、ボリュームがとにかくすごいんですよね。だから、これ本当順番に一個ずつクリアするまでじっくり遊んでいったとしても、相当楽しめるなっていうことは、思ってます。あと、ラインナップを見ててすごいなと思ったのは、いわゆる半券ものって言われる、アニメとか漫画とかが原作のゲームが収録されてるんですよ。例えば、キャプテン翼とかね、有名なところだと入ったりとか、あとは、まあ、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、片山正幸さんっていう漫画家の方が書いてる、ギャンブラー自己中心派っていう麻雀のゲームがあるんだけど、それも入ったりとか、してですね、それって、なんかすごい多分大変なことなんですよ。ゲーム自体ももちろん、再度収録するためには、当時ゲームを作った人たちの全部許諾を得て、再度収録するところをしなきゃいけないんだけど、アニメーションになってくると、ゲーム自体もそうなんだけど、そのアニメの版権を持っているとかはまた別にあったりすると、そこにも許可を取る。で、例えば、そのゲームの中に、例えば、メガ CD のゲームだと声が入ってたりすると、結局そこに声を当ててる人たちの今度じゃあ所属してる事務所にも許諾を取るとかってなってくるはずで、そう考えるとものすごい気が遠くなるような作業が必要なはずなんですよ。そのゲームを純粋に移植するというのとは別に、その再度収録するために必要な努力っていうのが、ものすごい多分、手間っていうか、かかってると思うんですよね。だからそれを、まあ、全部許可取って、収録したっていうのはね、なんかすごい、これは本当に、やっぱり
残したかったんだろうなって、文化としてゲームを文化として残したかったんだろうなってことをすごく感じる、なんて老作って言ったら変だけどだなと思って、なんかね感慨深、それだけでも感慨深かったし、あとそれだけなんかいろんなものを詰め込んでるんだけど、ものすごいコンパクトで、もう本当にね、あの、まあ、コントローラーと本体だけで、当時のメガドライブ2よりも、まあ、もちろんぐっと小さいから、本当にどこにでも持っていけるぐらい小さいし、で、電源は USB で取れるから、で、あと HDMI のケーブルでモニターインサイトなければどこでもゲームはできるんで、本当にこれ、いろんなとこ持ってって、いろんな人と遊べるんじゃないかなっていうことも思うぐらい、ものすごいいいものを買ったなと。もしかしたら今年買ってよかったもののかなり上位に入る、ものだなというふうに思ってます。まあ、悲しいかなっていうか、買うのは別に、まあ、抵抗なく、まあ、結構、これだけいろいろあって、1万円ってものすごい安い、まあ、1万円ちょっとか、っていう価格がものすごい安いと思うので、まあ、私はもう1も2もなく予約して買ったんですけど、でも、これって、あとどう、遊ぶ時間があるのかっていうね、それがすごくちょっと、悩みというか、まあ、いろんなゲーム、今他のゲームも遊んでたりとかするし、なんだろう。一個ずつ遊んでいくと本当に時間は結構かかるだろうなとは思ってはいるので、まあ、遊ぶ時間を確保しながら、ちょっとずつ、やっていきたいなっていうようなことは考えてます。そんなところかな。なんか今品切れになってて、多分場所によっては定価より高い値段で売ってるとかって、またそういうことが起きちゃってはいるので、ちょっとそれは正直寂しいんですけど、どうなんだろう、もう一回増産とかしてくれるのかな、してくれて、もしね、落ち着いた価格というか定価で買えるんだったら、それはぜひ、買ってほしいなと思うし、ね、メガドライブの初代、メガドライブミニの最初の方とかも、やっぱり買ってほしいと思うしっていう、まあ、ちょっとセガが好きな人の中ではあんまりセガ詳しくないかもしれないけど、でもやっぱりセガ好きなものとしてはすごくちょっと思い入れがあるマシンを買えたなっていうのが、今回の感想です。そんなとこですかね。